毎度ドクターキャピタルです。音楽博士朝会にドクターやねん。僕この前四国の高知県に初めて行ったけど、めっちゃくちゃ気に入ったんや。とにかくあのカツオの塩たたきはうますぎるやろ。で今回は高知出身の岡本真代さんのトゥモローを歌おうと思ってんねんけど、この曲の作り方もうますぎる。まずはカノン進行の使い方。この前にカバーしたスピッツのチェリーもカノン進行やったけど、あの時はカノンだと気づかせないクラシックっぽくない使い方やった。トゥモローの場合は逆にクラシックっぽさを綺麗に出してる。メロディの上がり下がりの形もいい感じでカノンのメロディにほぼ並行しているし、一緒に歌うとちゃんとハモリになる。涙の数だけ強くなれるよ。アスファルトに咲く花のように。ほら綺麗やろこれ。カノン進行のめっちゃええ使い方やん。せやけどテンポは違うやろ。トゥモローはこんなゆっくりな曲と違ってノリノリのロックビートやろ。だって今僕がカノンを弾いたテンポ、メトロノームで言うとだいたい60ぐらいやった。60は歩くテンポと言われてて、ディスコのダンス音楽はその倍の120。ドルンパンダンクディンクドテンプドンテンプドンドンパ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 ン。トゥモローはそれに対してさらにダブルタイムのロックビートでテンポがなんと212やで。突然会いたいなんて夜更けに何があったの。しかもクラシックとロックだけじゃなくてギターソロがカントリーっぽくてジャズっぽいんや。これとかとかな。これ実は僕がもともと J-POP が大好きになった理由の一つがこれやねん。いろんな違う音楽スタイルの混ぜ方が洋楽アーティストたちより想像力豊かで新鮮やし個性的や。トゥモローはクラシックの美しさ、ロックのノリノリ、カントリーやジャズのギターもあってジャンルがほんまに盛りだくさん。でも聞いた感じは全然複雑ちゃう。聴いてる側は単純にいい曲です、この曲好きですとか言うんや。結局は複数のスタイルの音楽を天才的にミックスさせはったおかげで大ヒットにもなる素晴らしい作品になったと思うで。これは洋楽ではなかなか出会えへん J-POP ならではの素晴らしい表現力や。それでは聴いてください。涙の数だけ強くなれるよ。アスファルトに咲く花のように、見るものすべてに怯えないで。明日は来るよ君のために。その笑顔が悲しい。ビルの上にはほら月明かり。抱きしめてる思い出とかプライドとか捨てたらまたいいことあるから。涙の数だけ強くなれるよ。アスファルトに咲く花のように、見るものすべてに怯えないで。明日は来るよ君のために。
を忘れるくらい、いろんなことがあるけど、二人でただ歩いてる。この感じが愛しい。頼りにしてるだけど、時には夢の荷物放り投げて、泣いてもいいよ、付き合うから、カッコつけないで。涙の数だけ強くなろうよ。風に揺れている花のように自分をそのまま信じていてね。明日は来るよ、どんな時も。数だけ強くなれるよ。アスファルトに咲く花のように、見るもの全てに怯えないで。明日は来るよ、君のために。涙の数だけ強くなろうよ。風に揺れている花のように、自分をそのまま信じていてね。明日は来るよ、どんな時も。明日は来るよ、君のために。